スーパーマリオワールド続きね、やっていきます。やっていくんですけれども、私ちょっとね、皆さんにご報告というかお伝えしたいことがあります。まあ皆さんというか、任天堂に対してですね、まあこれから実況取ろうと思って、任天堂スイッチのスイッチを押して電源をね、オンにして、これを立ち上げたんですけど、で、もちろん続きからやるっていう風にね、したら、すべてが初期の状態だったんですよ。残機が5で、で、ちびマリオの状態で、はい、ここからどうぞって言われたんすよ。前回終わった段階だと、マリオ多分大きい状態でしたし、あと残機も40以上あったと思うんですよね。それがなんか蓋開けてみたら、チビの状態で、残機が5機の状態で、もうじゃああとご自由にどうぞみたいな。ねえ。もう60分コースなんで、もうあとはもう何しても、本番だけはみたいな。そういう感じなので、これ、まあ、スーファミ版でもそうだったんでしょうけど、それをすっかり忘れてまして、びっくりしましたよね。これ子供泣くぜ、任天堂。宮本さん。まあ残機が5機のままでもね、私ぐらいの、まあ、テクニックがあれば十分、進めていけるんですけれども、まあ保険に保険をかけて、動画外で30機まで増やしておきました。そしてヨッシーも手に入れておきました。はい。これは僕のためじゃないですよ。皆さんのためにね。ね、この状態にしておきましたので、これで進めていきましょう。で、前回はですね、このお化け屋敷のコースをクリアした時点で、記録をしたので、この続きからですね。バニラドームコース3やっていきましょう。いきなりですね、なんか溶岩とかって一番良くないですよね。マリメでもね、あ、なんか目玉が出てるけど、おい、あ、これリズムだな。タンタンタタタタンタンタンタタタンと、余裕だぜ。あれは多分、ヨッシーが踏んでも倒せないよな。ヨッシーが、あ、これ入れそうだな。ヨッシーのこの、ね、これ靴なのかな？靴、ヨッシーが履いてる靴でいける敵なのかいけない敵なのかの判定が難しいよね。おっとっと、あー、ダメだ、遊んでたらダメだ。はい、あー、タンタンタタン、オッケー。これリズムゲーですね。もうリズムは任してよ。もうメトロノームのイオリって言われてますから。これはもう飛んでいく。意外と、あれ、あ、あ、おいおいおい、宮本さん。これは確実、おっと、隠しルートでは多分、確実にそうだよね。あ、隠しでもないか。このクイズのやつだから、隠しとかではないかな。ちょっとテンション上がっちゃったけど、なんならまあまあの人が1回目で見つけてる系のやつじゃない。おいおい、宮本さんがすげえ恥ずかしいんだけど。これどこに出た？だいぶ近道になったのでは？多分。あ、なんかおる。亀の甲羅かなんか。あ、中間があるな。あれ取りたいけど、なんか、回ってます、あれ。あ、終わった？あ、止まった？よいしょ。でって、息アップしていく。あれ、でもこれヨッシー、ここでお別れ系のやつじゃない？ドゥッティだけど、あ、お別れじゃなかった。よかったね。お別れしてもよかったんだけどね。ワン、ツー、スリー。オッケー。メトロノームのイオリですからね。はい。もうゴールでよくない？もうなんか変な難しいのいらないよ。はい。ドラゴンコインを、あ、ダメ、これ、うん、タイミングね。おっと、これは慎重に行きたいところ。もうヨッシーがいてほんとよかったな。この人何でも食べるから。はい。ドカンドック入れそうなもんだけどな、これだけあれば。入れないのか。おっと。おっと。ちょ、ヨッシーごめん。お前の死は無駄にしないぜ。あ、でもこれヨッシーじゃね？あ、羽だった。いやー、今のはちょっとテヘペロですね。だいぶちょっと恥ずかしい。あ、そうか、ヨッシーがいないからさ。あ、でもゴールっぽいわ。あっと、ちょっと待って。あ、これ大丈夫かな？早く行きすぎてあれ来てなくな。おっと、お、あ、これやばいかも。はい、オッケー。ちょっと、さっきのマリオさん、風を、音を置き去りにしたから、このドクロのやつがついてこれてなかったんだよね。でももうゴールでしょ。縦札あった。オッケー。ゴールしていく。まあ、ヨッシーだけがちょっと悔やまれますね。あれはまあ僕のせいじゃないんだけど。あれはもうね、ヨッシーがはしゃいじゃったから。バニラドームコース4やっていきましょう。あ、これバンバン来るやつや。なんかちょっと、あー、おっと、打ち抜かれていく。あ、ちょっと待って、これヨッシーがいないと不安で仕方ないっす。あ、ヨッシーか、羽が欲しいな。あ、キノコ、あれはイキャップか。まあでもいいでしょう。うい、相殺していく。あ、一気アップじゃなかった。ごめん。状況をちょっと冷静に見れてない自分がいる。オッケー。ふい。落ち着、おっと、打ち抜かれていく。すげえいいところに飛んでくるじゃん、マジで。測ったかのようにさ、まあ、測ってんでしょうけどさ、あ、え？ドロップキックされた。いやー、いいキック持ってんじゃん、のこのこし。ちょっと、もうドラゴンコインとか、あっと、ドラゴンコインとか無視していきましょう。マジか。これは良くないですよ。こんなね、ボンミスは良くないですよ。動画編集が大変になるんだから。はい、越えていく。飛び越えていく。甲羅ちょっと持っていこうか。いや、マジで。甲羅1個あるのはね、もう全然気持ちが違いますから。あっと。はい、オッケー、オッケー。オッケー、落ち着こうぜ、みんな。落ち着いてないの私か？もうさ、北朝鮮かっていう感じだよね。マジで。飛びすぎでしょ、ミサイル。本当に。もう亀とかね、相手にしない方がいいんですよ、こういうのは。あ、うっ、オッケー。よし、はあ。これは、羽とかであれ。オッケー、羽とかであった。うい、あ、これはちょっと確実に取ってこう。よし。飛べるんじゃねえか、これだけ距離があれば。あ、ちょっと亀。復活したらあかんって、マジで。はい。もう、なんで帰ってくる？あ、いや、あ、もうやった。やった、これ。もうやだ。お前すげえ戻ってくるじゃん。マジで。中堅8個買ってぐらいめっちゃ来るやん。決まった時刻に。あっ。ふぅ。よし。あ、で、長い中間ですね。はい。これは取っておきたいですね。はぁ。嘘でしょちょっと、今一息入れてたの。マジかよ。いや、でも意外と簡単に避けれる。よし。いや、なんだろうな。このなんかたくさん来るのは意外となんか簡単に避けれるね。いや、油断してたらダメなんだけど、あ、ちょっと時間がないかもしれないね。ちょっとこういうの、あれだ、ちょっと急いでいく？マリオさん。うっとうい。ここ入れないか。いやっあ、もうちょっとゴール。いや、でもここまで来たからさ、確実に行きたいところではあるよね。大事にしたい、この一本。よし。よし！なんてことはないよ。なんてことは、ヨッシーの手を借りなくても、まあ、ざっとこんなもんよ。ね。よし、これで城に行けるんだよね。城に行けるんだけど、反対側もちょっとやっておきたいよね。この二股に分かれた左側ね。ここ二つのゴールがあるので、まあ別になんか完璧なコンプリートゴールを目指してるわけでは、コンプリートクリアか。を目指してる。あ、ちょっと待って。今話してるの。実況者で。あ、これ登っていく系か。うわ、羽があったらすげえ楽なんだけど。さっき、あ、羽あるね。コンプリートクリア。要は全部のコースを、クリアするっていう、そういう完全なゴールを目指してるわけではないんですけど、でもまあなんか開けれるところ、行けれるところは行っておきたいなっていう所存ではあります。無理にはいかないけどね。うん。まあ行ってもいいんですけどね、僕の技量をもってして。OK、一時停止していく。登る系は結構なんか難しいんだよね。操作性がさ、全然違うから。これまではもうどんどん横に行く感じだったじゃん。それがもう縦になるだけでもう難しさがね、桁違う。あ、持っちゃった。あ、もう、あ、ちょっとこれ場所変わったよ。マリオさん動かすなって。所定、あ、持てなくなっちゃった。所定の場所に。なんでちょっとなんでちょっと弾くの？あなた。え、これどうやって置くんだっけ？普通に。まあ、これでいいか。これ上が。ここだ！うまい。うまいし、これ飛んでいけそうだけどな。バネで行った方がいいのかな。オッケー。もうこっちから行こう。これどっちからでも行けるようになってんしょ、多分。あ、もうゴールじゃん。うわ、余裕なんだが。おいおい、宮本さん。ちょっともう片手でゴールできます。よし。あ、でもこれ、そうか、2つあるんだ、ゴールが。多分これが簡単な方のゴールだよね。隠しじゃなくて、上に行くんじゃないかな。だよね。これどこに行くんだ？バニラ、あ、秘密のなんかコースになっちゃった。ちょっとこっちのもう一つの方行っときたいな。どこにあるかだよね、もう一つが。さっき行ってないところに行った方がいいよね。最後の二股に分かれたところが、怪しいと思うんだけど、僕的には。IQ150 の僕的にはね。あそこがなんか匂うなっていう、そういう感じなんですけど。ここはなんか特になんもなさげだよね。あ、でもブロックがあるな。わざわざなんか、ここになんか点線のブロックがあるっていうことはなんかここにありそうな感じもするけど、あ、飛べそうだな、ここ。あの土管なんかくせえな。あれじゃねえのもしかして。ほら、ギリ飛べるもん。こう気をつけろ。ほら、入れちゃうもん。そして、うわっ、もうラグビーさんやめて。ういもう、あれが不規則だから一番嫌いなんだよね。オッケー、余裕なんですけど。オッケー、これが二つ目の隠しゴールだね、多分。これどこに行くんだろうな。またスターロードかな。あ、スターロードだ。まあ、スターロードは今その時ではないので。よし、じゃあ城もいいけど、こっちのなんか砦に続いてるところ行ってみるか。秘密のコースだからね。これバウンドが違うんだよな。はい。ちょっと持っていこう。あ、これ飛べるんだね、また。いつもいらんわ。これ中身が入ってるから。よし。あ、上になんかあるな。オッケー。はい。これは余裕のあれでは。あ、ちょっと低空飛行が続いてるマリオさん、ちょっと開けていこうが、コード。オッケー、オッケー、テクニック見せていく。もうどうやったか私もわかりません。あ、なんか取りました。わかりません。うわ、もう飛べなくなっちゃったな。うわ、これなんかスターとか、亀の甲羅があったら、一気アップとかできそうな感じだね。雰囲気がするね。ボム兵がいるね。あ、バウンシンするやつ。ナルトのやつ。でも羽があると、うわー、ちょっと、なんでそんな縦横無尽なの。あ、これ叩かない方がいい。あ、ちょっと待って。羽取るから、ちょっと待って。あ、ざっけんなよ。マジで。ちょっと待ってって言ったやんね、僕。ビービって言ったよ。バーリアって。いや、もう、羽がないと。落ち着いていこう。これ飛び越えるんじゃないか、これ。おい、飛び越えないのか。おい。よっしー。お前がいれば100人力だぜ。えい。おっと、危ないぜ、よっしー。バカ野郎。亀の甲羅を吐き出すときは、ちゃんと前方をちゃんと見てください。前方不注意はダメ。よし、越えていく。これ絶対、うわ、ちょっと、いすきでは。よっし、だって、だって、オッケー、これで。あ、これマジで一気アップとか狙いそうな感じだけどな。オッケー、よっしーのバカ。あ、ちょっと待って、よし、落ち着か、お前。バカ、早まるな、バカ。オッケー。なんか、いろんな大切なものを見逃してきた気がするけど、いいのかな。絶対なんかあったよね。まあ、いっか。よし、中間取っていきましょう。いや、でもなんかアイテムが欲しいな。オッケー。羽は嬉しいな、シンプルに。これ、ここ入れないのか。意外だな。なんかこの、なんか傾いたやつがあるからさ、ここから飛び出すのかなと思ったから、なんかその直前にある土管入れるのかなって思ったんだけど。うっつ。あ、コインか。この先あいついるからな、分身の。ほらもう、分身したくてうずうずしてるもん。する前によし。なんかアイテムがないのか。なんか次のコースのためにさ、ちょっと上のストックを羽かフラワーにしときたかったんだけど。まあいいでしょう。この次の次が砦だよね。うわ、水辺のコースか。これはちょっと嫌だな。あ、イルカ。これ覚えてる。これ仲間なんだよね。仲間というか、これ別に当たってもさ、ダメージ受けないんだよ。ほら。別になんかダメージを受けることはなくて、しかも食べれるんだよね。何も悪いことしてないのに食べるの良くないよ、よし。ぐんぐん食べていく。胃袋を満たしていく。ちょっと、あ、助けてもらっていいですか、イルカさん。あ、オッケー、ここ飛べるぞ。あ、これ逆にヨッシーがあだになるパターンかな。フグ万年がいたな。オッケー、ちょっと中間だけ取っていこうか。いや、マジか。フグが来る。あ、ヨッシー。あ、中間諦めよう。時にはね、諦めも重要なんす。え、どういうこと？え、ちょっとイルカ、乗せてもらっていいっすか先輩。ちょ、イルカ先輩。マジ人力はきついですって。あ、言うてもうゴールかな。あ、オッケー。そんな別に難しいことはなかったね。いや、ヨッシーがイルカを食べた時は衝撃的でしたよね。敵じゃないのにっていうね。クッパ軍団じゃないのにみたいな。いや、クッパ軍団敵はわかるけど、ね、足場を作ってくれてる、なんなら仲間みたいな存在までみたいな。お前、ヨッシー行くなみたいな。雑食やなみたいなね。そういうのありますけれども。オーケー、砦。初砦かな。砦って別に行かなくてもいいんだっけ？うわ、マジか、これ、水中のは難しいで、絶対。ほら、なんかこの魚のさ、やつもなんか覚えてるもん、あれ。もうやだ。絶対ここ苦戦するよ。私はわかるもん。オッケー。え？これ上でしょ？これ時間とかもどんどん減っていくな。ここ多分、ここは通れるはず。あ、嘘でしょ。ああ、うい。ここだ。オッケー。マジで、ちょっと、勘弁してくださいよ。うわ、これ、フラワーとかかな。羽か。うわ、これ下から、上から落ちてくるよ、ほら。なんか色がちょっと濃くなって、うわ、マジで、そういうの投げちゃダメ。そういう子じゃなかったじゃん。カロンさんはさ。誰に、あれですか、そんなの教えられた？あ、ダメですって。オッケー、倒していく。よし。魚がね、マジで厄介なんだよね。すげえいいとこいるのよ。うわ、ちょっと待って、迷路チックになってない？うわ、ちょっと投げないで。いや、これ、外れだったらきついっすよね。うわ、これ絶対当たるやつでは。あ、落ちた後に行った方がいいか。ここぐらい。オッケー。いやー、マジで。なんか急にさ、難易度上がってない？もう、やだ、お母さん。はい。もうやだ。こっち当たりであれよ、お前、マジで。ドッスンさん。はい、越えていく。これはどっちだ？羽か。羽すげえ押してくるな。上も行けちゃうけど。いや、行き止まりとかマジ勘弁よ。早くないこれ。早くないもうさ、回転するスピードはもう全部統一してください。マジで。規格統一して。マジで。もう PayPay でもさ、楽天 Pay でもいいからもう。あ、ちょっとやばいかも。やばくないね。そういう、なんとか Pay も統一しなさいよ。うわ、ここに出てくるんですか。もう中間とかこれ取ってないよね。やばいでしょうね。今やばいと思ったもん、私。わかったもん。いや、だから言ったやん、これ。難しい言うてさ。宮本さん。これは、このコースはさ、今までやったコースの中で一番難しいのはまあ間違いないね。いける？これ。いけるね。チビだから下も行けるけど、やめとこうか。オッケー。うわ、でもあの土管くせえな。うわ、あっち行ってもよかったかもな。チビだからこそ行ける道でもあるしね。よし、これキノコ取ってこう。できれば羽にしたいね。この次の段階。あ、そうか、羽がないからさ、こいつら倒せねえんだ。これはやばいですよ。あ、ちょっと待って、魚さん、もうねー。うわ、これはやばいぞ。みんな迫ってくる。越えていく。避けていく。もう、マジで、ちょっと、うわ、帰りたく、あ、そうか、この上利用すりゃいいんだ。落ちた後のこれ利用できるな。ちょっとチビーのまんまで、あそこね、土管のとこ行ってみましょうか。せっかくだから。いやー、もうマジで鬼畜だわ。こんなもんじゃないんでしょうけどね。いけるよね。ギリギリ、避けていく。入れろよ。オッケー、入れていく。どこですか？いや、ちょっと。どこ、あ、これあれか。最初行ったところをずっと進んでたらここに出たっていうことか。若干近道になってんのかな。あ、オッケー、キノコ取っていく。マジで。うわ、羽にしたいのは山々なんですけど。うわ、これちょっと止まった方がいいな。マジで、こんな喋れんよ。こんな実況できませんよ、こんな難しいの。もう喋りながらやるってもう無理ですよ、これ。こんなの。ここでしょ？いや、もう深部まで来てる感じするけどな。違うのか？どっちです？こっちでいいの？うわ、こっちっぽいな。こんな難しいのこっちでしょ。うわ！あ、やばい。あー、なんで今やった俺。ちょっと行っとこうか。うわー、生かされた今。うわ、ちょっと待って。あの魚が、ちょっと、アンモナイト。うわあ、マジか。ちょっと魚ぐいぐいくれやん。よし。これだ。これ覚えてる。これ倒すんでしょ？で、おー、ちょっと待って。足場ないんですけど。乗ってよかった？こん時、オッケー。いいでしょ。いや、余裕でした。すべてが止まって見えました。あの水中コースの敵も、さっきのサイも、すべてが止まって見えました。意外とすんなりいけちゃった。え？あ、なんかもう4のやつ見えてるよ。これだいぶ近道してね。ちょっとダメ。ちゃんと順番でいかないと。3のやつやってからじゃないと。お母さんに怒られちゃう。ね。遊ぶのは勉強してからって、宿題してからって言われてますから。